にちは、うりうりばあちゃんの田舎暮らしです。わら納豆を作ろうと思うんです。これ組み立てるのね。これはね、こう簡単なのニーダーっていう会社のやつなんだわ。こう外れて畳めるの。これね便利よ、すごい。これなかなかなかったのよ。なんかいいものないのかなと思ってすっごいすごいネットで探してて見つけたの。パンのね、発酵させるやつ、本当はこう入れるでしょ。この面を上側に設置してください。こうするの。でここに水のトレーを入れるの。これをやって、納豆は和ひと温度管理楽、結構熱くても大丈夫だし、これを上に乗せて、左やっても右にやってもいいの。あ、これを先やると、これを先やっちゃダメなの。はい、次はね、はい、これで組み立て納豆の藁を作ります。この藁に納豆菌があるからいいみたいなんだ。これは大江さんとこの自然農の田んぼの藁だから全然大丈夫ですよ。ネットを見てやってるんだけど、藁作ってるおじさん、藁納豆の藁昔作ったっていうおじさんがこうやって作るんだよとか言って見せてたのを見た。ちょっと大きいかな、私の手一杯巻いてみたんだけど、きつくね。これをよ、こっちへこうするんだよ。自然農のやつだから普通のよりはちょっと短いと思うよ。茎が中に入れたらバラバラするな。しょうがない。なんかどっかのおばさんがやってるの見たら、農協のおばさんとかいるじゃん、ああいう人たちがやってるって、どっか道の駅とかで売るんじゃない。そういうやつはね、大豆の豆がわらの中でくっつくからっちゅうんで、この中にほうの葉っぱを入れてたよ。ほうの葉っぱを入れたらよ、その分わらが契約できる。ああそうだった、私今ない。だから来年はほうの葉っぱを取っといてだ。そうすればいいと思ったね。よいしょよし、わら納豆だぞ。大豆 130ml のカップを4つ分昨日からふやかしました。そして茹でてもいいんだけど蒸します。蒸し布で蒸した方がね美味しいと思う。こぼれるからそのままでいいわ。こんぐらいでいいと思う。なんかね、どんぐらいのわらでどんぐらいでできるか初めてのことだからよくわからないんで、とりあえず蒸します。いつもだと130で圧力鍋でやるでしょ。そして圧力鍋でシュクシュクして3分なんだけど、今日はどんぐらいかな、わからんな。まあとりあえずやってみます。できました。難しげ。わ、かき分けて、ちょっとしか入らん。入れるよ。むじゅ、納豆が足りんかもね。足りんちゅうか、なんかよこれでこう蓋せんと、最初の段階でむぐっと入れんとダメよね、たぶん。よっ、入れ入ってくれ。こうやってこうなんとか隠そう。手で触ったらいけんかもしらん。しょうがないじゃんね。こんな感じで隠れたつもり。ほいでこれでグリグリしていこう。あ、ちょっと出てるけど、これこの辺は、ま、わらを上からこのちょっと出てるやつ、こうやってもうちょっとこうできるよ。君ならできる。 Yes, I can! こうやって、でもこれ先にやらんといかんねやろな。あー困った困った。なんかこれあんまり大きくしちゃダメね。こう束がこれは大きすぎてうまいこと入ってかんね。わかったわかった。こっち側からも入れたらどう。こっちはこうしといてだ。こっち側からもどこっとこうして、こんにちは、後ろからこんにちは。あれ、ちょっとちょっと、これでどう。でまたこう隠してこうするっていう、これあんまりでかい。あ、だ、わかった、これ失敗。これね、あんまり束を大きくしちゃダメなんだ。今わかった。欲張ってこう束を大きくしても入らん。束大きかったらいいっちゅうもんじゃない。勉強になったね。束大きいとこう、ちょうど普通の納豆作ればいいぐらいになるぞ。これ藁入れてもいいんだよね。藁入れて作ろう。じゃあしょうがない、これだって同じことだもんね。藁いっぱい入れた方がいいんかな。これ全部入るかな。でこれはいつものようにシロちゃんのやつで作る。ちょうどそんぐらいあったじゃん。うん、藁食っちゃった。いつも130のカップを2つやってこれなのよ。今日はその倍やったん。ってことはよ、これだけ分しかこの中に入ってないってこと。この中にも藁を入れなきゃいけない。これを先にこうやって納豆っていうか大豆をね隠さなきゃいけないじゃん。これもまだ見えてるでしょ。ちょっとこう隠せばいい。これはこっちのこう、あのすだれハゲの人がよくこっち側に持ってくるみたいに全部隠れるぐらい
らい入れとこう。だからこれがあればこの葉っぱでなくてもできるってことよね。はい、では入れまーす。何？あー、これか。時間ね。はいはい、わかったわかった。これ触った熱かった、やけどの恐れありって書いてある。おお、びくらこいた。ちょっと出てるんだよね、全部なんとなく。これで納豆さん、今何時？4時。はい、頑張って。今ね、もう24時間経ったんだけど、多分24時間でいいと思う。ちょっと見てみる。だけどね、夜ちょっと温度設定がおかしかったから長くやってる。ちょっと見てみるね、どんななってるか。あー、なんかね、藁の匂いがすごいする。まだかな、こんな感じ。ちょっと食べてみよう。なんかちょっと乾燥してるね。納豆風の味しないな。もうちょっと入れといてみようか。熱っ。24時間はもう経ってるけど、まだできてなさそうな気がするので、もうちょっとやっときます、ね、今見たらなんか豆が干からびそうになってるので、ビニールの中に入れてみました。邪道かもしれないけど、まだみたいだから、もう1日置きます。まだまだ糸なんか全然引いてないもん。まあこのまま置いとこう。じゃあ明日までまだ置いて。すいません、この納豆ですけど、丸々2日ともうだいぶ経ったんだけど、うまくいったから、あ、こっち側からも出てる。うん、干からびて、あ、硬っ。もういいわ、やめる。こんな感じ。どう？あ、でも納豆の味するからいいわ。すごい糸を引いてないけど、これでおしまいです。納豆の味する。うん、すると思う。ここでこれを冷やして冷蔵庫入れといた方がいいみたい。これさっき見たやつよね、こんなね、見える。ふっ、なにょ、なんかちっと糸引いてるみたいじゃないですか。もう一回今度、あ、これでももう藁ないもんね。はい、納豆だよ、藁納豆できたよ。一応ちょっと見てみるね、納豆。冷蔵庫のやつ2日経ったもんね。これも冷凍しとく。これもね、どんなに食べられないし冷凍しとくけど、このまま冷凍するのもね。こっちはこういうのね、いいでしょ、もうね。藁の匂い、ちょっと食べてみるよ、ちょっと後で。藁の方食べるよ。これは一つずつ冷凍しとく。これどれ見ようか。じゃんじゃーん、じゃーん。ちょっと出してみる。ちょっとなんか干からびたみたいな感じになってる。ちょびっとこん中に入ってるのって怪分だな、こんなの。いや、2回目か。こんな行々しくやったってな。たったこんだけだって。ちょっと使ったよ、ほんとに。もうちょっと違うのも開けてみる。最初の日からビニール入れといた方が、あ、全部なんかちょっと干からびたみたいになってる。ちょっとこれだからビニール入れとかなきゃダメだったんだ。こんな感じよ。グリンチョグリンチョして、グリ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 。ちょっと食べてみるね。お座りして立って食べちゃう、行儀悪いからね、これ。じゃあちょっと納豆食べてみるね。やっぱやっぱり干からびた。いや、なんか草の味が、藁の味っていうの、今後の課題ですね。こっちは多分、こっちは干からびてないから、こっちはいいと思う。こっちも食べてみようか、ちょっと。で、こういうとこは取らなきゃいけないんだよね。で、蒸した方がいいみたいだよ、これね。雑菌とかいるからって。ちょっとこっち食べても、こっちの方がいいな。随分違うもん。こっちはこうやけど、こっちはちょっと干からびたみたいになった。この藁のまんま発酵させちゃダメなんだ。藁にビニール、こういうビニール入れとかないと水分が全部出るね。わかった。もう藁ないから来年やる。うん、まあそういうわけで、納豆ね、ちょっとこの栽培でちょっと絡みたね。だからこれをもっと最初からビニールに入れとくっていうのと、こっちは美味しい。藁の味がいいっていうか、匂いが結構する。来年今年だ。なんか藁の味がすごいするんだけど、これってどうしたもの。もうちょっと研究するわ。まあそういうことで、藁納豆今後の課題を残しつつおしまいです。ではこうやって持っとこう。はい、では失礼します。藁納豆でした。確かにこれは大変ですよ。うわー、なんかすごいことになってる。頬の葉とかにくるんでからやらんと大変だね。課題がいろいろ見えてきたね。このまま直やったらダメじゃん。頬に包むんなら、頬の葉に納豆菌がいるはずだから、藁はいらないんじゃないの。あんな大げさにこんなにやってよ、ちょびっとじゃんな。こんなにいっぱい藁使ってやってから、もうちょっとこの藁ずとを細くして、すごい納豆にはなってない感じだよね。
こっちは割といいと思うのよ。こっちはすごいなってる。うん、やっぱね、ビニールに入れなかったのがいけないんだと思うね。こっちはだからちゃんと入ってたもんね。ハビタってね、自然農の田んぼのやつだからみんな食べてるじゃん。牛とかもね、馬も食べるんじゃないの。わら、いいんだよ食べて。昔飢餓があった時は、野坂昭如の小説で読んだことあるよ、壁土を食べてたっちゅうのあったもんね。あれ、わらとか入ってるからでしょ。なんかそんな話すると飢餓の時にね、大変だった人に悪いんだけど、まあ食べられるってことよ。たこんだけよ。干し納豆作ります。鈴子をかけて、あ、またこれ一緒になった。わらが、くず粉かけるとわらが目立つ。わらが量をバラバラとかけて、まあ塩あと足りんかったらまたやろう。これで日に干します。干し納豆にする、いろいろあるんで、なんかいっぱいできたぞ。これ割と持つからちょびちょび食べよう。全部できるかな今回は。じゃあ全部わら納豆じゃない、干し納豆にする。いやー、いっぱいこれ、なんかまた、じゃあこれ干し上がったら食べてみる、ね、干してますよ。くず粉を振りかけて、これでやったら、最初の日ビニールかけてなかったから、ちょっと硬いからどうせならと思ってくず粉をまぶして、干し納豆を今作ってます。あんまり干すとね硬くなるから、まあほどほどがいいのよ。あんまり干さない方がいいね。まあじゃあこうやって、今日何時間か干せば、でももうそんなに日がなくなるかもしれない。とりあえず日があるうちは干しときます。干し納豆、これこんなにいっぱいあったのにたったこれだけよ。でも今後の課題が見えてきました。はい、これね、昨日私がわら納豆を作ったけどちょっと干からびたんで干しましたね。くず粉をまぶして、あんまり乾燥させなかったけど、まあ半日ぐらいかな。あんまりやりすぎると最初の日にビニールかけとか、あのわら納豆にビニールをやって発酵させればよかったんだけど、させないで2日発酵させたけど1日目はしなかったじゃないですか。だからちょっとね、干からびたから、もうどうせ干からびたのならと思って干し納豆にしましたね。こんだけしかなくなったよ。もうちょっととあったんだけど、それはいつも私が作る納豆の容器で、はまあうまくいったから半分は、それは今冷凍してるんだけど、こんだけ、あんなに大げさにやったのに、くず粉をまぶしてお塩かけて置いときました。あんまりやるとね、硬くて歯が立たなくなるから、じゃあちょっと食べてみます。このぐらいの角度で撮ればいいね。そうだね、これはね、知り合いの映画監督の人にこうやって撮ってたらいつもこうなってこうなるんだよって言ったら、じゃあちょっとこう対角線っていうか斜めにすりゃいいじゃん。でもあんまり斜めにしたの見たことないなと思ったけど、うん、こうやってやればよかったのね。そしたらここも映るし、私も顔も映ってちゃんと座って撮れるんだね。いや、バカね。結構親しい映画監督の人なんだけど、映画監督の人なんて実践的なこと知ってると思わないじゃないね。演出とかかなと思ったら、すいません、映画監督の皆さん、私の無知でした。私よりはみんな知ってるよね、プロだもんねまあいいや、まあそういうわけでちょっと食べてみます。程よくお塩も効いてあるし、それは私も塩、あ、こぼせた、ごめん、ちょっと程よくて、ちょっと塩が効きすぎたかも。まあそれは効いてないとこもあるかも。いい気になってあんまり塩かけちゃダメ。ちょっとこっち食べてみよう。でもポテトチップスぐらいだからいいんじゃないかな。おやつにすればいいと思うよ。これ冷凍したらダメだから、おやつにすると、まあ多分持つんじゃないかと思う。こんなにいっぱい干し納豆作ったことないんで、食べてるうちにいつもなくなるのよ。木工の人のとこ行くから、その人にお土産に持ってこう。いらないかな、こんな大変な虫。これね、おやつにもいいね。だから市販の納豆を買って作ってるとバカ高くなるから、バラじゃなくてもいいから、納豆菌使ってもいいし、今の時期だとちょっと葉っぱあんまりないよね。私何回も葉っぱで納豆作る動画上げてるんです。シソでもいいしとか、ホウの葉っぱとか、よく作るのは山椒の葉っぱとかだけど、葉っぱには納豆菌がいるんですって。でわらだけじゃないのよ。そして納豆菌って結構強いのね。この前やったわら納豆を本当は蒸すとかして、他の雑菌を殺して、納豆菌は熱湯を加えても蒸しても生きてるらしいよ。だけど葉っぱはいいと
もしなくても、だ普通の葉っぱだったら、食べられる葉っぱならまあ多分何でもできると思うんで、納豆を作ってみてください。そしたらついでにその納豆で作ってもいいじゃないですか。と納豆菌も何もない、あの葉っぱ、今の時期だと葉っぱないかもしれないし、そういう人は納豆菌が売ってるから、それを納豆菌で作ってもいいじゃないですか。納豆菌はね、ちょこっとお湯に溶いて、こうあの茹でた大豆と混ぜて1日置けばできるの。それじゃなくても普通の納豆を誘い水って言うと変だけど、でもできるみたいよ。だから何でもいいのよ。何でもよくはないかもしれないけど、工夫してやってみてください。あとは普通の納豆を溶かして、その溶けたのが納豆菌がついてるからっていうので、それと、ま、大豆混ぜてやる人もいるし、ま、納豆ね結構できるみたいだから、いろいろやってみてください。そしてこれいいわ、これあのおやつに、お子さんとか無添加のもの食べさせたかったりしたら、干し納豆、クズじゃなくても片栗粉だってもいいと思います。多分同じよね、クズの代用品で使うんだから。私はたまたまクズがあったからクズ使ったけど、おいしい。あ、これいくらでも食べられるけど、これ全部は食べられないけど、まあ置いといて、時々小腹が空いた時とか竹のつまみにもいいと思います。ではわら納豆が失敗して、京丹からコマじゃないけど、干し納豆にしました。わら納豆がいつの間にか干し納豆にしまなってしまいなってしまいましたけど、干し納豆作るつもりだったんだぞっていうことにすればいいわね。そういうわけで皆様ご視聴ありがとうございました。